はい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 。ちょっと早いかもしれないんですけど、ジャイアンツの来季の戦力分析をしていきたいなと思いますし、まあ僕が期待する選手であったりとか、まあ新人選手にも少し言及しながら皆さんと一緒に考えていきたいなというふうに思っております。てな感じで始まりました、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見れてください、よろしくお願いします。はい、今日はですね、ジャイアンツの来季の戦力分析というところで少しやっていきたいなというふうに思います。まあこれからですね、 FA の補強であったりとか、まあもしかしたらまだ戦力外のね、人が出たりとか、まあいろいろ動きがある時期なんで、少しね、まあ、間違ってたりとか、まあ、そういったこともあるかなと思うんですが、まあ、あくまで、ま、予想というかね、まあ、僕の頭の中の考えを、ま、皆さんにね、ま、共有したいというところで、まあ、その、来季のジャイアンツの、ま、戦力というところについてお話していきたいなと思います。はい、まあね、たくさん、まあ、選手がいるんでね、まあ、その選手たちの可能性なんかもね、まあ、探りながらではあるので、まあ、いろいろとね、まあ、皆さんも意見あると思いますし、ぜひね、この動画見終わった後にはですね、まあ、あなたのですね、その、この選手は出てくるんちゃうかとかね、うん、まあ、いろいろ意見があると思いますから、そういったこともね、コメントでシェアしていただけると嬉しいと思ってます。はい、じゃあね、早速話していきたいと思うんですけども、まずピッチャーからいきましょうか。まあ一番野球はね、ピッチャーが大事ですし、花形だと思うので、ピッチャ ー、 その中でも先発というところ、先発ローテというところについてお話していきたいと思います。はい、まず話す前にですね、まあやっぱり理想、うん、まああくまで理想ですよ、理想はですね、まあ、先発6枚ね、がしっかりいて、その上で、まあ、右3名、左3名、まあ、3-3できたら、それは一番ベストではあるんですが、やはりなかなかそんなうまくはいかないっていうところもありますんで、まあ、僕が思うね、考えをちょっとまずね、お話していきたいと思います。はい、まず、僕4人、先発6人、先発ローテ6人の中の4人は、まあ、まあ、おおよそ決定してるんじゃないかな、っていうふうに思ってます。まあ、まあ、皆さんと一緒かもしれないですけども、まず一人目、戸郷投手ね。で、二人目が山崎伊織投手。で、三人目は、プレミアにも選ばれました、井上投手。で、四人目はグリフィンというところで、まあ、この四人はですね、まあ、大体、まあ、怪我でやってとか、まあ、なんか、なんかなければね、まあ、大体この四人が、おおよそ、来季の先発ローテにも入ってくるんじゃないかなって思ってます。まあやはり菅野投手がね、まあメジャーに挑戦するというところはありましたんで、まあ貯金が12ですか。なかなか一人ではね、埋められない数かなと思いますんで、やはりまあ若手のね、投手であったりとか、まあそういったところも含めてね、まあみんなでカバーしていこうっていうところだと思います。その中で、今現状僕が思うに、先発ローテ、あとまあ2枠。ぐらいね、ありますけども、まあ、そこに食い込んでくる可能性があるんじゃないかって思ってるピッチャーを発表します。はい、まず西田投手。うん。で、堀田投手、赤星投手、森田投手、横川投手。で、高橋礼投手なんかもね、可能性あるんちゃうかなと思ってます。まあ、まあ、西田投手に関してはちょっと可哀想だったところもありますと。まあ、中継ぎからね、先発にやったとかいろいろありますしね。うん。ちょっと可哀想だなっていう、調整不足だなっていうところもありましたよね。で、まあ、堀田投手も、まあ、開幕良くてね、ローテかな良くて、途中ダメでもう一回上がってきてっていうところで、まあ、成長も見せてくれたんで、まあ、来季期待かなと思ってます。で、赤星投手、僕、この赤星投手にすごく頑張ってほしいっていうのがあるんですけどね。うん。まあ、球もね、結構速いですし、コントロールもいいし、まあ、多彩も、球種もね、ある程度多彩なところありますから、まあ、ウィーニングショットあるかって言われたら、ちょっと、うーんって悩んでしまうところはありますけども、非常に総合的に見ると、いいピッチャーかなと思ってますんで、もうそろそろね、出てきてほしいなって、出てきてほしいというか、ちょっとコット、ホップ、ステップぐらいのね、感じで行ってもらいたいなとは思ってますと。はい。で、森田投手もね、非常にまあ、その怪我したんですけども、まあ、復帰ね、今シーズンの最後の方してたんで、まあ、非常に来季、まあ、ドラフト2位というところもあるんでね、期待かなと思います。で、まあ、横川投手もね、今季、リリーフ、先発、いろいろやってくれました。
で、高橋礼投手も、まあちょっとコントロール悪いんだけど、うん。まあそういったところで、まあ前半戦ね、しっかり抑えてたっていうのがあるんで、まあ来季ね、まあどうなるかわからないですけども、まあ期待できるかなと思います。まあ僕が期待してるのは、まあこの、まあ6名ぐらいですかね、若手で期待してる。まあ他で言ったら、まあ京本投手とか、まああのあたりも力あるピッチャーですし、まあ、育成にもね、まあ、ちょっと育成なんで、ちょっとわからないですけども、まあ、園田投手とかね、もうあの辺クラスは僕はちょっとね、まあ、間違いなく言う1、2年後には試合がなるやろっていうところはね、間違いなく僕思ってますから、うん、もう素晴らしい投手だと思うんで、まあ、しっかりね、育ててもらいたいなと思いますけども、まあ、現状、まあ、育成選手を抜いたところで言うと、まあ、このあたりかなとは思います。うん。まあ、非常に、いい争いがね、あるんじゃないかなと思いますし、やっぱりね、抜け出してこないとね、やっぱ、今パッて、今これ6名、名前言いましたけども、ほぼまあ団子状態だと思うんです。ちょっと、井上投手がね、今季ポンって抜け出しましたけども、もともと井上投手もね、もともと団子というか、一軍でたまに投げるんだけど、あんま良くないよねっていう印象だったんですけど、今季一気にね、侍ジャパンまで、プレミアまで入ったわけですから、まあそういった可能性もね、彼ら6人には全然あるかなと思うので、そこはね、期待して、待っていたいなと思います。はい。で、続く、ピッチャーですけども、リリーフの方を見ていきたいと思います。はい。まあ、リリーフね、今年、まあ、非常に、オフね、昨年のオフ、整備しまして、まあ、今年もね、やっぱ整備した結果があったんでね、非常に、抑えてたっていうのがあるんで、非常に素晴らしいピッチャー陣だったんじゃないかなと思います。はい。その中で、見ていくと、まあ、大勢、船場様、ケラー、うん、中川、バルドナード、伊藤、近藤、馬場、田中、高梨、平内、泉、大江。で、今回ドラフト5位で入ってきた宮原とかね。このあたりが、来季ね、入ってくる可能性が非常に高いんじゃないかなと思ってます。その中で、まぁ、ちょっと気になる選手が何人かいて、まず中川投手ね。中川投手、正直今季、まぁ、仕事してないじゃないですか。まぁ、怪我ばっかりって言い方あれですけど、怪我をしてて、なかなかね、結果出せてないというか、まぁ、そもそも一部の舞台に立ててないみたいなところもあったんでね。来季こそはね、ほんと戦力になってもらわないと困りますしね。うん。やっぱり中川さんが本調子で、ある程度やってくれたらね、勝利のパターンとかね、勝利の方程式でもね、投げてくれると思うので、うん、まぁ、そういったところは、非常にね、まあ、怪我というところはね、まあ、しっかり直してもらわないといけないというかね。うん、そこはね、あるんで、本当に、中川さんも来季うかうかしてたら本当にやばいかなと思うんで、うん、いい投手であるんですけども、まあ、ちょっと怪我がね、っていうところですね。で、バルドナードもね、ちょっとどうなのっていうところもありますと。まあ、非常に、安定感あったんですけども、最後の方はですね、ちょっとこう、っていうね、ありましたよね。で、まあ、安倍監督はフォアボールが嫌だよっていう風にね、ずっと言ってて、まあ、結構、簡単に出すというかね、うん。簡単にスリーボールにしたりとか、結構あるんでね。そういった意味で、まあ、その、今、去就に関しても、ちょっと流動的っていう風にね、報じられてたりするんで、そこは、まあ、僕は残ってほしいなと思ってるんですけども、安倍監督の考えからしたら、まあ、いい外国人いたら、全然バルちゃん切るよっていうところもあるかなと思うので、まあそこはシビアな世界だなとは思いますが、まあね、バルドナードも、まあしっかりね、来季残るんであれば、そこのフォアボールというところはね、気をつけてもらいたいなと思ってます。で、あと、高梨選手とかもね、気になるというか、まあ FA の動向ですよね。まあ、コメントでは、その、巨人にね、いい評価をしてもらいたいみたいなね、まあ残りたいみたいな感じのニュアンスのね、言葉をおっしゃってましたけども、まあ実際どうなるかわからないですし、まあ FA もね、その個人の選手の権利ですからね、行使する行使しないでね、外野言われるのはおかしいことなんで、僕からのこれ以上の言及は避けますけども、まあやっぱり残ってもらいたいなって、まあ今季のね、起用法なんかも見てますけども、まあ非常に、勝負どころでね、何回も抑えてくれたっていうところがありますんで、まあその多分こう、手を挙げるというか、FA 制限をすると、多分他の球団も絶対取りに来る選手ではあるので、そこはね、ジャイアンツはしっかりね、引き止めてもらいたいなと思いますし、来季もね、いいところでね、しっかり仕事してもらいたいなというふうに思ってます。で、僕が期待してるのが、宮原投手ね、まあ非常にいい投手だと思います。よくこの、5位かな、ドラフト5位で取れたなと思います。はい。結構タフネスというか、まあそのちょっと身長ちっちゃいんだけど、
まあ、馬力系ですよね。球も強いしっていうところで、なんかその、体型とか、投げ方からそうなんですけど、結構怪我しなさそうというか、鉄人系かなっていうところは、まあ、わかんないですよ。まあ、実際、まあ、プロのところでやったことないんでわからないですけども、まあ、僕が見るからに骨格もそうですし、体の動かし方、フォームの投げ方なんかも見てると、そんなにこう、怪我を再生するタイプじゃないんじゃないかなっていうところがあるんで、まあ、その、1年目からね、フル回転して、くれる可能性は十分にあるかなと思うんで、そこはね、宮原選手に期待したいと思います。で、逆に大江投手とかそのあたりがちょっと、まあ、現役ドラフト候補とかっていう説もあったりとか、僕の中でもあったりするんですけど、まあその現役ドラフトでも、まあその、まあ後でまた言いますけども、増田陸選手とかね、まああのあたりが大江、増田陸とか、あの辺がまあ現役ドラフトになる可能性は高いかなと思ってて、まあ実際、まあやっぱり現役ドラフトでいい順番でね、引けた方がいいんで、ある程度いい選手というか、相手から求められるような選手を出した方がいいかなっていうところはあるんですが、まあ昨年の、ね、北村を出して、馬場投手を獲得しましたけども、まあ実際、馬場投手はあんまり今年使えなかったっていうのがあるんで、まあ、まあ、その選手次第かなっていうね、細川選手みたいにね、ブレイクする選手もいるんで、まあ、一概になんとも言えないですけども、やはりある程度、いい選手を出してた方が、うん、まあ、その可能性も高いかなと。いい選手を引ける可能性、化ける可能性の、ある選手を引ける可能性が高いかなと思うので、そういった意味で、大江、増田陸、まあ、ちょっと弱い可能性はあるかもしれないですけども、まあ、増田陸なんかはね、非常にこう、まあ、一部でね、やれてた時期もあるので、まあ、他球団からしたら欲しいって言われる可能性もあるんじゃないかなと思ってます。はい、で、次、キャッチャー見ていきましょうか。キャッチャーで言ったら、まあ、そこまで変わらないんですけども、まあ、小林、大城、岸田、郡、山瀬、北。このあたりですよね。で、大城さんに関しては FA のね、権利を持ってるんでね、まあ、ちょっとどうなるかわからないですけども、僕は残ってくれるんじゃないかなって、まあ、別にまあ、出てっても、まあ、仕方ないことなんでね、先ほど言いましたように自由な権利なんで、仕方ないことなんですけども、まあ、大城さん、もしキャッチャーでのこだわりがあって、キャッチャーでたくさん試合が出たいっていう思いが強ければ出ていく可能性もあるかなと思うんですけども、僕はなんとなく出ていかないんじゃないかなと思ってます。まあこれは別に根拠あるわけじゃないですけども、まあなんとなくの直感です。はい。まあその大城さんが抜けたとして、まあその小林選手であったりとか岸田選手ですよね。で、おそらく大城選手が抜けたとしたら、まあ山瀬捕手がね、一軍にずっと帯同する形になるんかなとは思いますけども、まあそこもね、なってみないとわからないところあるんで、まあ僕の現状の考えで言うとそういうところかなと思います。で、次ファーストで言うとですね、まあ岡本、秋広、まあ、まあ大城っていうところですね。まあ岡本選手今季、もうファーストであったりとかサードであったりとかレフトなんかも守りましたけども、まあ阿部監督はまあ一塁で固定っていうふうにね、シーズン前に言ってたわけなんで、まあ来季もまあおそらく、まあファーストで固定というふうにね、形になると思います。で、その時のバックアップっていうのが、まあ秋広選手かなって。もう秋広ももうもたもたしたら終わるぞって、お前ほんまに。うん。だから、いつまでもね、期待してもらえると思わない方がいいと思いますし、本当に焦った方がいい。うん。でまあ焦ってるとは思うんですけども、本当に、まあまあフェニックスのホームランとかも見ましたけども、あれぐらいやっぱやっていかないと、うん、ダメだと思うし、本当に今年みたいな、感じだと、本当にね、彼自身もそうだし、ジャイアンツのその、これからもね、ちょっとほんまに危うくなってくるんで、特に秋広と浅野っていうところはね、二人若いですけど、本当にこれからのジャイアンツを引っ張っていくっていう形でね、その意識でやっていかないとダメかなと思うんで、まあ、若いんでね、そんなこう、なんていうんから、プレッシャーかけるつもりはないんですけども、でもそれぐらいの素材感を持ってるんで、うん、彼ら二人がですね、これぐらい、どれぐらい成長していくかっていうことによって、まあ、これからのジャイアンツのね、どうなっていくかっていうところに関わってくるかなと思うんで、そこはね、本当に二人を意識してね、頑張ってもらいたいなと思ってます。で、セカンドに関しては、まあ、吉川、不動ですよね。で、他で言ったら中山、湯浅。で、僕、浦田なんかもね、出てくる可能性あるんちゃうかなと思ってます。で、で、増田大輝。で、増田陸。というところですね。まあ、二塁で言ったらこの辺かなと思います。はい。で、サードで言ったら、坂本。うん。で、もしかしたら荒牧、このドラフト3位で入った荒牧の可能性も、まあスタメンかは分からないですよ。でもまあ、候補の中にまあ大卒なんでね、入ってくるかなとは思います。うん。で、なかなかこう、今ね、ジャイアンツの、左、野手なんか見てると、左バッターで強打
のバッターがいないというかね、ホームランを打てるようなバッターが全くいないというところがあるんで、うん、そういったところで、まあ、この荒牧っていうところは、まあ、非常に面白いドラフトというか、うん。まあ、どれぐらいプロの球をね、対応できるかは、まだちょっとまだ、不透明というか、わからないですけども、まあ、それぐらいのパワーがあるからね、非常に面白いかなって思います。うん。まあ、守備があんまり上手くないというところがあるんで、ちょっとね、そこは心配ですけども、うん。そこはでも、まあ、バッティングはね、やれるんだったら、多分使わざるを得なくなってくると思うんで、そこはね、荒牧選手も分かってるところかなと思います。で、モンテスなんかも、まあ、結構流動的だっていうふうに言われてて、まあ、ね、育成の選手のフルプでやったりとか、ティマなんかもね、非常にいい選手いますから、まあ、彼らを上げるようだったらね、モンテスもちょっとどうかなっていう、後半で、ね、良くなかったんで、印象悪いと思うんで、切る可能性もあると思うんでね、うん、そこは、まあ、これからの現状次第だと思うんですけど、まあ、モンテスも、まあ、鍵格好というか、まあ、補足っていう感じですね。で、まあ、岡本選手の可能性もあると。うん。で、ショートを見ていくと、まあ、門脇、伊豆口、中山、石塚、まあ、ここにも、まあ、浦田も入ってくるでしょうね。うん。で、石塚はちょっとね、まあ、ドラフト1位なんで、ちょっと書きましたけど、まあ、まだちょっと、かかるだろうなっていう。うん。まあ、そうですね。1、2年は、まあ、かかるだろうなっていうところはあるんで、うん。まあ、すごくいい選手ですけども、まあ、じっくりね、鍛えていくっていう可能性もあるかな。でもまあ、安倍監督のことなんで、まあ、よかったら、結構、パーンってこう、結構使ったりすることもあるんでね。うん。まあ、彼は、どっちかっていうと、まあ、守備というよりか、バッティング系かなっていう、強打系かな。うん、強打の、ショートとか、強打のサードみたいな感じになってってもらった方が、振り切った方がいいかなっていうところは、まあ、巨人の現状を見ても思うので、そこはね、まあまあいろいろあると、意見はあると思いますけども、まあ僕はそういう意見を持ってますと。で、門脇がね、まあ、どうかなっていうところですよね。まあ非常にいい選手ではあるんですけども、僕はこの浦田っていうのはね、めちゃくちゃいいかなと思ってて、うん。あ、ドラフト2のね、うん。まあほんまに、門脇選手も言ってましたけども、本当にうかうかしてたら、マジで浦田に取られるっていうふうに思うんでね。それぐらい、マジで僕いい選手だと思うんでね。これ、僕大学生とか、社会人も合わせてもナンバーワン野手ちゃうかぐらいの、多分センス、持ってますから、うん、持ってると思いますから、もう僕何回も見たんですけど、うん、非常に素晴らしい選手だなと思うんで、まあ門脇選手もいい選手ではあるんですけども、この、本当に、うん、この浦田ですよね。僕ワンチャンこれ、宗山より面白いんちゃうかなって思うんでね、うん。明治大学の、うん、ぐらい僕評価、満ちてますから、うん、皆さんもね、まあどう思われるか分かんないですけども、まあ、小山はね、そういう風に思ってるっていう風に思っておいてください。で、最後、外野ですけども、外野はまあ結構いるなっていう感じはしますと。まあ、外野で言ったら、蝶野、丸、萩尾、岡田、若林、ヘルナンデス、重信、佐々木、オコエ、浅野。ですよね。まあ、結構、コマはいるなっていう感じ。で、まあ、センターはヘルナンデスとかね、まあ、固定で生きてほしいなとは思いますし、まあ、ライトもね、先ほど言いましたように、浅野選手がやっぱりね、出てきてほしいなっていうのがありますと。で、まあ、レフトで言ったら、まあ、今年の感じ見てると、丸さんでやってるとか、まあ、僕は萩尾なんかもね、非常にこう、頑張ってもらいたいなと思うんですね。うん。とか、まあ、若林選手もね、まあ、体調不良というか、まあ、肺のやつとかでもありましたけども、まあ、本来出たらすごくいい選手であるし、うん、まあ、その、オコエもいますしね、だから結構外野はね、非常にいいかなっていうところはあるんで、まあ、若いのもね、いるし、でもまあ、本場は言ったら、まあ、丸さんもね、すごくいい選手なんだけど、まあ、萩尾あたりがね、ほんと突き上げてほしいなとは思うんですが、やはり、まあ、なかなか壁は厚いというところで、まあ、来季ね、誰がブレイクするかはわからないですけども、本当にね、外野もね、熾烈やなと。思います。はい、そんな感じで今日、現状ね、戦力見ていきましたけども、やはり、ですね、まあ、多少流動的なところはあるんで、まだちょっと断言できないですけど、まあ、まあ、外国人選手の去就というところと、まあ、やはり、ドラフトで入ってきた選手ですよね。僕は本当に浦田っていうね、このドラフト2位の浦田っていうこの選手は、本当素晴らしい選手だなって、何回動画見ても、何回この、まあ、身のこなし、グラブさばき、バッティング技術、まあ、いろんなところもね、含めて、まあ、顔もイケメンですしね。うん。まあ、そういったところも、なんかスター性があるかなって、まあ、ドラフト2位なんですけど、1位ではないんですけども、非常にこの選手は面白いんじゃないかって思ってるんでね。うん。本当、門脇もうかうかしてられないと思うし、で、他の選手で言ったら、現状の選手で言ったら、中山ですよね。中山が、まあ、サードで出てくる。
っていう可能性をもしかしたら、まあさっき中山をサードには入れてないんですけど、まあそういったところもあるかなと思うし、まあ、まああと宮原ですよね。この選手もね、非常に使えるなっていうところはあるので感じてるんで、まあ今回のドラフトもね、非常に素晴らしかったなって思うしね、まあいろいろ、まあ野手をね、連続で取ったりっていうところがあって、まああまり良くない評価をしてる人もいましたけども、僕は、まあこうやってね、戦力分析を改めてしてみると、まあ、非常にこうピースに、足りないピースにしっかりハマってくれてるなっていうところがあるので、はい。まあそういったところも、まあ先発陣もね、あんまり取らなかったっていうところもありますけども、まあ現状ね、若手の先ほど言った、4枚目以降ね、の、まあ、西立、堀田、赤星、森田、横川、高橋で、みたいなところが、やはり今、今年のね、ドラフト候補になってた選手と比べても、遜色ないというか、今いる選手の方が上だろうっていう風なね、判断で、多分ね、あまりピッチャーも取らなかったっていうところはあるんで、そういったところは、まあ、現場の、まあ、声と、まあ、スカウト陣の、まあ、眼力というかね、目にかけて、僕はね、いいと思いますし、まあ非常にまあそういった判断をしたんであればね、多分そうなんだろうなと思いますから、うん、そこはね、まあスカウト陣であったりとか、まあ首脳陣たちを信じてね、来季もしっかり応援していきたいなというふうに思っております。はい、そんな感じでね、今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあ、バイバイ。